ルーツグループはかつて存在したイギリスの自動車会社である。自動車ディーラーとして創業し、1930年代までにヒルマン、ハンバー、サンビーム、タルボなどといったいずれもイギリスの自動車メーカーを参加に収めた。1960年代にはアメリカのクライスラーがその経験を得、1967年にはクライスラーヨーロッパ社として再組織した。 同社は1977年に経営破綻した。1919年にウィリアム・ルーツが自動車ディーラーとしてイギリスのケントで創業した。ルーツ社は1924年までには同国で最大の乗用車、トラック販売会社となった。1929年、自動車会社、ヒルマンやハンバー等を買収することによって自動車メーカーとなった。 さらに1935年には、サンビーム、タルボといった複数の自動車メーカーを買収し、参加に収めた。第二次世界大戦後には、自動車会社シンガーを1956年に、買収した。1950年代後半、ルーツグループは、ブリティッシュモーターコーポレーションに次ぐ、イギリスで第二の規模の自動車メーカーであった。1960年代、 アメリカの自動車会社クライスラーが段階的に資本参加して子会社化した。1967年、同じく子会社とした自動車会社シムカとルーツグループとを合わせてクライスラーの欧州法人、クライスラーヨーロッパとした。ルーツグループに由来するバンやトラックは1976年までにすべてダッチブランドとなった。ルーツグループに由来する自動車ブランドが関される。 乗用車も1977年までには全て消滅した。クライスラーヨーロッパ車は1977年に倒産、翌1978年に PSA プジョーシトロエンが買収した。一時、タルボのブランド名仕様が復活したが、1987年には再び消滅した。いわゆるバッジエンジニアリングとして、 買収した後もそのメーカーのブランドを使い続けた。ありがとうございます。